北マケドニアの大統領は北マケドニアの元首である。現代の北マケドニアの大統領府は1991年に北マケドニアがユーゴスラビア社会主義連邦共和国から独立した後に誕生した。初代大統領にはキロ・グリゴロフが就任し1999年の退任時まで当時の各国の現職の大統領としては最高齢であった。 北マケドニアの大統領は行政を担当しない。行政府の長は北マケドニアの首相である。大統領は北マケドニアの市民であり、年齢は40歳以上、過去15年の間に少なくとも10年以上北マケドニアに在住した者に限られる。大統領の文章1991年の 独立以前のユーゴスラビア社会主義連邦共和国時代のマケドニア社会主義共和国では集団大統領制が採用されていた。その最初の議長はマケドニアで初めての現代的な国家を創設したマケドニア人民解放反ファシスト会議によって選出されたメトディアアンイコールチェントであり最後の議長はブラディミル・ミトコフであった。社会主義国から 議員内閣制に転換した1990年、マケドニア社会主義共和国は、集団指導体制を放棄し、単一の大統領を厳守とした。キロー・グリゴロフは1991年1月27日、その最初の大統領となった。1991年4月16日、マケドニア議会は、憲法改正を可決し、憲法に定める正式な国名から、 社会主義の語を外し、国名は、マケドニア共和国へと改名された。ユーゴスラビア崩壊に伴って1991年9月8日に、正式に独立し、独立国マケドニア共和国となった後、グリゴロフはその原首となり、1999年に、ボリストライコフスキに交代するまでその職を務めた。トライコフスキの自己死に伴って、その地位はブランコ。 ツルベンコフスキに引き継がれた。2009年マケドニア共和国大統領選挙では、ジョルゲイバノフが当選し、5月から大統領に就任した。2019年2月12日には、ギリシャとの合意により、国名が北マケドニア共和国に変更されている。エーズネム準備委員会議長、エーズネム議長人民会議幹部会議長、 人民会議,議長大統領、評議会議長大統領、ありがとうございます。